水雷母艦とは海軍における補助艦艇の一種である。駆逐艦、または水雷艇からなる水雷戦隊に従って行動し、これらに対する弾薬、燃料、食料など諸種の補給を主任務とする。また、水雷艇を搭載する軍艦も水雷母艦と呼称される。実例としては、フランスのフードル、イギリスのバルカンがある。 大日本帝国海軍においては輸送船から改装された豊橋が最初の水雷母艦として1898年3月に分類された。日露戦争では豊橋のほか、日光丸、熊野丸、春ス丸が特設水雷母艦として改装され運用された。日露戦争後には豊橋と唐崎が潜水母艦として改装されたが区分上は 水雷母艦のままであった。1912年8月28日には、海軍官邸類別標準の改正により、水雷母艦の類別は廃止された。この時、水雷母艦として残っていた、豊橋と、唐崎は二等海防艦へと類別変更されている。1920年4月1日には、水雷母艦の類別が復活したため、唐崎は、 再び水雷母艦に類別変更された。1924年12月1日、水雷母艦の類別は潜水母艦に名称変更されている。太平洋戦争期間中には、神風丸、神幸丸、日本海丸、朱里丸の4隻の下客船が特設水雷母艦として改装され、運用された。ありがとうございます。